こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。さて、今回はジャパンカップ1回戦ですね。マルカトーレ青葉戦です。さあ行ってみましょう。はい、ということでスタメンはもちろん一気に変えます。うめえですね。リオ、ジャネット、セツコ、ナナミかな、ヒラリー、クラリス、七子じゃなくて、さつき。幸子かなと思います。まあ、ここは、しっかり、勝っておかなければなりませんね。一回戦、マルカトーレ青葉。すごいですね、勝率。こんな勝率初めて見ました。まあ、当然ここは、何としても勝たないといけません。キックオフです。もうなかなか早いですね、ユーナ。早くも1点目です。スピードアップしてますからね。さあ慎重にボール回ししてますが、クライス簡単にここは取りました。さあもうエリカにパスが渡って2点目。野球のような展開になりそうな予感ですね。裏を突かれた。ここはクラリス、ユーナにパス。ユーナ早いですねこれ。あーおっと、どうしたんだ。ユーナ決めきれない。キラリーパス、今度は幸子、3点目。すごい攻撃よ。ここにパスして決めました。船がキャッチ。何かクラリスへ、今度はヘディング、ユーナ4点目。
けエリカが取りました。上げて、おーっと流れてしまった。これはちょっと残念。危ない。さあこれはもう終わりが近いが、前半終了です。ちょっとヒラリー疲れてきてますね。ミオと交代です。逆サイドへ攻めます。サチコは上がって、エリカ軽くゴール。まあ、問題ないですね。この辺はやっぱり負荷がかかってきてるのかな。次に変わってミホを出します。深いです。さあここミホに立てます。ちょっとこれは無理があるか。ミューナ、決めてほしい。6点目。取りました。うまい。エリカにちょっと角度、大丈夫です。7点目。まあ力合わせが歴然ですね。安心して見てられます。控え選手ばっかりでやっぱり取って当然だと思ったんですが、より安定してます。ユーナ決めます。一度これミユキに渡した。もう一度ミユキ、これを取られてしまった。怒ってます。気を緩めちゃダメです。残り10分。節子が上がってきます。ふわっと上げて、これを美穂が8点目。ここはもう疲れてますね、かなり。おっと、エリカ超えられてしまった。試合終了です。8対0勝利です。前半6分ですね。
気になったんですが、これはミスだ。3点目サチコ。4点目です。ユナ。3分5点目です。決めきれません。後半15分いいから決めました。後半22分には7点目を決めます。クラリスからエリカ。この39分にミモがヘディング。エリカが4点ですね。ユーナが2点ですね。サチコミホが1点ずつ。はい、課題3ついただきました。これで1回戦突破です。おっと、2回戦はいきなり N1 のフォルティール浜松だ。というか N2 が負けたところはないんですよね。全部 N2 じゃない、 N1 のチームは全部、勝っております。なので N1 同士の対戦がもう4試合起きてしまってるんですよね。さあ誰が選ばれるか、代表チーム。お、6人すごい。キーパーの夏木も選ばれました、代表に。初めてでしょうかね、あやか。日本代表はご覧の通りのメンバー。次回は2位の筑波大学ですね。残り3戦でかなりの大一番となっております。この筑波大学を倒せば2位以内が決定するってことですよね、おそらく。
強いチームですが、しっかりと取っていきたいと思います。ぜひとも応援よろしくお願いします。この動画気に入りましたら、お気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。